こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。今日は久しぶりにお休みだったので寝てました寝てました。お昼に起きたよ。こんばんは。ありがとう、ギフト。寝て、お昼ご飯食べて、寝て、お買い物して帰ってきたって感じ。今日の一日、これ今日の一日っておかしいか。今日のスケジュール。ありがとう、ギフト。こんばんは。そう、インスタ載せました、さっき。ただなんか全然さ、なんていうの、なんか違くてさ、2回くらい消した2回くらい投稿消して、3度目でやっとちゃんと載せれました。こんばんは。3回通知来て、やっぱり。そう、なんか写真をさ入れ忘れて、1枚かな、写真1枚入れ忘れて、ああ違うじゃんと思って、でもう一回次入れれたと思ったら、なんか画角が変やと思って、そうだから3回目でやっといや3回目でやっと載せれたから見てね。こんばんは。久しぶりに配信見れて嬉しいって毎回見てる気がする。毎回見てる気がする。オオカミとプライドの写真良かったです。オオカミとプライドね、私も楽しかった。意外と難しくて、オオカミとプライド意外と難しくて結構頑張りましたね、2人で。でもそんな覚える曲がねなかったんだけど、そう、何初めてだったかな、ね、君は未来に試されていると、ウィニングボールと、スルナイと、狼とプライドかな、初めてやったの。それ以外はもうやったことあったので、そう、こんばんは。本番の映像見たいんだけど見れないかな本番の映像見たいんだよね。こんばんは。ゆずあみなんか見てプライドもちろん湧いたけど、
前の席の女性たちがバカげ。いやなんかほんとさ、もちろんなんかさ男性ファンの方もさめちゃなんかうおーみたいないい反応してくれるんだけどさ、女の子の方、女の子たちがもう本当にさなんか一回一回ねすごいいい反応してくれるから可愛かった可愛かった、すごい。こんばんは。ありがとう、ギフト。ありがとね。こんばんは。てか明日久しぶりに S 公演やん。本当に久しぶりに劇場行くんだけど、今日鉄菜だったんだね。知らなくてさ、今日が鉄菜って、朝のさ朝7時に来る SKE からの LINE で知ったんだけどそう、朝7時から来る SK の LINE、 公式 LINE からさ本日のなんかスケジュールみたいな来るじゃん。そう、なんかあ今日鉄菜なんだと思って、そう知らなかった。鉄菜にも最近出てないからね、びっくりだよ。ありがとう、ギフト。ありがとうございます。ね、7月の20日、7月の20日以来、やばやばいね、めっちゃ時間経ってるやん。やだー、大丈夫かしら、踊れるかな、なんか不安なんだけど、前回の映像見とかなきゃ。久しぶりな気がする。なんかいつも S は出てなく、なんか S はなくても鉄菜は出てるみたいなパターンが多かったからさ、こんだけ劇場行かないのめっちゃ久しぶりかもしれない。楽しみ。そう、明日はミクルの生誕祭ですね。ミクルの生誕祭です。同い年のミクルの生誕祭、こんばんは。ゆずちゃん、やっほやっほー。こんばんは、ありがとう、ギフト。てかディズニープラス入ったはいいけどまだ何も見てない、もったいなさすぎるよね、ちょっとやばい。あれさ、どういう仕組み、勝手にさ更新されるんかな。私月1ヶ月のやつ買ったんだけど、私が契約みたいな、なんかさ勝手に更新されるんだ、やばいじゃん、覚えとかなきゃ。でも1ヶ月で全部見れると思えないな、ちょっと。うわーすごい、何これ、すごいでっかいでっかい星来た、ありがとうありがとう。
あ、自動的に更新されちゃうんだね。オッケー。じゃあちょっと早めに見たいもの見とかなきゃだな。こんばんは。インスタ見た、ありがとう。やっと投稿しました。インスタサボりすぎてさ。そう、サボりすぎてダメだよね。やっと更新しました。今日ママにも言われた。あなた更新してないでしょって言われて、してないって言ったら、やりなさいよって言われたので、今日も急いで写真選んで投稿しました。こんばんは。セザングッズ注文したよ。ありがとう。ありがとう。セザングッズぜひ今発売中です。発売中です。公式ん？公式オンラインショップって言ったらいいの？とセブンネットさんとミューモショップがあります。あります。ぜひお揃いしましょう。ギフトありがとうございます。ありがとう。そう、前回去年の生誕 T っていうかさ、なんだっけ、ちょうどなんか東海がさお誕生日迎えてすぐぐらいにあったんだけど、そう、去年生誕祭が当日だったから、20歳の、そうだからすぐ着れたんだけど、今年はどんな感じかな。すぐ着れたらいいけどね。XL 買っちゃったから間違いないようにします。でも可愛くない？ XL だとワンピースっぽくなるのかな、女の子が。 XL って、どのぐらいのサイズ感か分かんないけど、 XL そう、今日さ蚊に刺されてさ、めっちゃ痒いんだよね。最悪なの今ね。 1,2,3,4 5箇所ぐらい刺されてる。やだ、最悪。 5?6?6 かな。めっちゃね刺されてる。最悪すぎる。痒いのそれが、しかももうめっちゃ痒い。そう、なんかね、その足違う、7かな6か7刺されてる。めっちゃ痒い。
なんかほんとなんか夏の大三角形みたいになっちゃってるの、刺されすぎて三角形みたいなできるんだよね、そう位置的に。そう刺されすぎ、最悪です。そうめっちゃ痒い、ここやばい今。さっき麦塗ったんだけどさ、全然さ、みたいな、かゆいよって感じで。耐えます。こんばんは。私まだ蚊に刺されてないけど、美味しくないのかな。刺されん方がよくないかい。いや刺されてもいいことないでしょ、痒いだけだよ。でママも同じこと言ってて、やっぱ若者の血の方が美味しいんかなとか言った。関係あるんですかねそういうの。そう若者の方が美味しいのかなとか言って、かゆいよ。やだーめっちゃかゆい。かゆすぎる、とってもかゆい。かゆい、やだ無理。でもなんか蚊って見なくない？私なんか知らぬ間に刺されてんだよねきっと。そう顔見ないからさ、そういつの間にみたいな感じなんだよね。愛知あんなに暑いのに蚊いるんだ。愛知もいるらしい。みんなの県もいる？川。みんなの住んでる県もいるかい？川。大丈夫？刺されてない？こんばんは。かゆい。もう無理。早すぎる。35度以上だといなくなるらしい。そうなんだ。35度以上暑すぎん？ありがとうギフト。本当にかゆい。この間前髪切ったのにもうなんか伸びた気がする。早い。なんか結構さ切りすぎたなと思ったんだよね。そう切りすぎたなと思ったんだけど割とそうでもなかったのかな。そう八期婚のタイミングでさ結構切りすぎたかもと思ってちょっとさシューンってなってたんだけどもう伸びてる説あるよね。早すぎ。
ちょびちょびなんか変な気がする。暑すぎて前髪すぐボロボロね、本当にそう。私の準備をさすぐ台無しにする。今の気温と天気と全部なんか一瞬でもう崩れちゃうよね。こんばんは。黒ケープもねいいけどね、あれがいいよ、ピンク色のねトリエってやつめっちゃいいですあれってアミちゃんが言ってました。そう、黒ケープもいいけどトリエがいい。で一回スプレーしたらドライヤーでちょっと乾かすといいらしい、そのスプレーを。そう、ちょっとテカテカしちゃうじゃんスプレーかけた時って。そうだからそれを乾かして、そう冷風をねこうかけて、それが乾いたらもう一回ケープっていうかスプレーかけるともう最強。そうトリエね、ピンク色のボトルね、ピンク色の濃いピンクみたいな。前髪スプレーかけるとき目つぶるから難しくない。いやもうあれは慣れだよね結局。結局はね、そうもうどんどんかけ続けていくしかないですね。まあ確かに難しいよね。ここにかけてるつもりでもさ全然違うとこかかってたりするから、なんでってなるけど、むずいよね。アマゾンでポチってきた。早いですね。こんばんは。明日どうしよっかな、髪の毛ね。久しぶりの公演だし、でも生誕祭だからな。うん、なんか生誕祭だと何してもいい感じするよね、今年的にだけど。そう個人的だけどね、そう生誕祭はなんかもう何してもいい気がするので、何がいいかな。あー、エクステつけて公園出たかったな。仕方ないですけどね。ギフトありがとう、ありがとうございます。
くして当分つけない。うん、つけないかな。いや、つけたいんだけど、またつけたとしてもまたすぐ外さなきゃいけないから、あんまね、そう、つけれる期間が長くないんだよね。今つけれるんだけど、そう、つけてもいいんだけども、そう、またすぐ外さなきゃいけないから、ってなるとね、ちょっとね、もったいないかなって思っちゃう気もして。こんばんは。頭軽くなった。うん、なんかちょっとちょっと軽くなった本当に。だし、気にせずに頭とか洗えるから、もうストレスフリーって感じ。なんかつけてる時やっぱ可愛いんだけどさ、それなりにめんどくさいからさ、そう、めんどくさいから、なんかね、うんって思ってたんだけど、今は全然もうめちゃくちゃ楽。乾かすのマジで、そう、乾かすのに時間がかかるのと、あとね、結局ね、なんかね、アイロンを当てないとまっすぐにならないの、毛が。そう、だからブラシでとかしてもなんかアイロンかけなきゃみたいな見た目になっちゃうのがめんどくさい。そう、だからちょっとね、なんかうねうねしちゃうんだよね。そう、それがめんどくさい。でもめっちゃお気に入りだっためっちゃお気に入りだった。なんかようやくできたからさ、そう、去年から、去年にやりたくて、去年すごいやりたくて、でもその前からもう、わあ、やりたいな、やりたいなと思ってたんだけど、なかなかね、そう、タイミングなんやら合わずで、ずっとできてなかったんだけど、そう、今年やっとつけれたから、そう、嬉しかったよ。ギフトありがとう、ありがとう。こんばんは。
すごい綺麗ですね。嬉しい、ありがとう。もうちょっと伸びたけど、ほんのちょっと伸びちゃったけど、お気に入りだよ。次の買い時はいつ頃？ネイルですか？いつかよ。まだ決めてない。そう、本当はね、なんかね、前もって予約したいんだけど、それができないので、そう、急にお仕事とか入っちゃったりするから、意外とそれができなくて、そう、先の予定が本当に分かんないから、まあ決まってるものもあるんだけど、そう、決まってないものもあるからね。でも長いとさ、過ごしづらいから、そう、早く帰れるなら帰ったいんだけど、まだ大丈夫です。でもこれはまだ帰ってちょっとしか経ってないから。こんばんは。なんか明日が公演な感じしなすぎて大丈夫かな、不安になってきたよ。ちゃんと映像見とこ。こんばんは、ありがとう。ギフト、明日は17時開演、明日は17時開演です。その次は21だっけ？ 21 だ。今月何回行けるかな、劇場。こんばんは。写真かわいいね、嬉しい、ありがとうございます。もうでも、もうすでにどれ使ったか分かんなくて、おーんってなったそう、どの写真使ったかも分かんなくなっちゃった。そう、少しずつね、消してってるんだけど、まあいっか。だからインスタさ、私10枚までしか載せれないと思ってたら20枚になってたんだけど、いつの間に
いつの間に20枚まで増えてるの？びっくりした。インスタ投稿しなすぎてなんか変わってた。インスタがインスタが変わってた。そう、知らなくてさ、10枚までだと思ってたらさ、20枚になってた。まあでもそんな写真、そんな写真載せないからまあいっかと思ったけど。8月4日かららしい。そうなの？すごすぎんそれ。やば。そう、最初8枚載せようかなと思って、そう8枚にしようと思ったんだけど、選びきれなくて9枚になっちゃった。こんばんは。ケーキの座ってる写真バグって可愛いです。ケーキね、あれアミちゃんが撮ってくれたやつかな。アミちゃんが撮ってくれたやつ。最初の数枚はね、マリンが撮ってくれてたやつかな。でスタンドフラワーのやつは多分泉ちゃんが撮ってくれた写真です。ゆずあみの写真はマネージャーさんが撮ってくれました。本当なんかライブ中に自撮りしようとするとさ、なんかブレた写真しか撮れなくて、そう落ち着きがないから、そう落ち着きがなさすぎて、そうライブ中自撮りあるんだけど、なんかあんまねいい写真がないんだよね。なんか使えないの全部。そうブレた写真しかない。こんばんは。そう、もうブレブレ。あ、バブルで？バブルに載せちゃう？そういう写真たちを。まあもったいないけどね。まあ消すのもって感じだよね。検討します検討します。ちょっとバブル、こんばんは。バブルが質疑。バブル、バブル、バブル。でももう慣れてきた。
なんとなくじゃないけど、なんかあこういう感じねって感じ、もうノープレ送ってくれるやつのファン、えあれガチで、そうガチで聴いてるやつ、今聴いてるやつ送ってます。曲はそう今聴いてるやつをスクショしてそのままポイって送ってます。リアルナウのリアルナウやばい、そうリアルナウですバブル3連続変身すると送れなくなるのを学びました。いやでもあれよね、結構ファンの方は難しいよね、ちょっとなんかさあのなんだっけ変身で何文字以上使えないとかさ結構難しいよねありがとうギフト。50分になったら終わりますね。そっちで見るとき時間順に並んでるの。うん、多分来たものからこうボボボボで流れてきてる感じだと思う。見てるよ返信。こんばんは。こんばんは。編集もリアルタイム。うん、すぐ来てる。すぐ見てる、だから。そう、すぐ見てますね。まあ、すぐすぎるとあれだけど。ほんと2分3分後ぐらいにもう一回開いて見てるともう返信めっちゃ来てるみたいな感じなのですぐ見てます。こんばんは。結構なんかメールとかさ LINE とか割とためない派なのですぐ見るから、そう割と見るの早いと思う。逆にあんまりさすぐ返しすぎるとさ、いや返信早って聞かれるの嫌だからそうめっちゃすぐは返さないけど、なんかそんな時間は置かないですね。30分とかも全然そんな置かない。5分10分ぐらいで返します基本。
あんまり気づかないってことがないので、その LINE 来てるの気づかなかったみたいな、そうないから、そう割とすぐ返しますね。でもなんか暇だから LINE 送るとかそういうの分かんなくて、よくそう用事があるから LINE するわけじゃないですか基本。そうだから、そう割と本当にすぐ返す。こんばんは。人によって返すタイミング変えてるかもしれない。ああ、分からなくはないかな。今何してるのみたいな、ないんだ。え、今何してるのって LINE 送る人いるの今時。そういう、そんなこと送ったことないんだけど。めんどくさいやん。その今何してるの、別に何しててもいいじゃんって思うタイプなんだけど。え、今何してるのって。LINE で送ったことある？皆さん。私はないかも。そう、業務連絡みたいなことしかしたことない LINE。 でも今何してるのって LINE かわいいね。こんばんは、ありがとうギフト。なんか今何してるのだけだとえってなるけど、今何してるのなんかなんてなんか2行3行とかならまだまあ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 わかる。今何してるのだけだとちょっとえ何ってなっちゃうかもしれん。そう何ってなっちゃうかも。難しいね。そうなんかあんまり私はね、そう人と LINE しないかな。電話かけていいとか言うんだ。電話する人なの？電話とかしないかもしれない。電話とか、いいですね。電話取らない系ですか？電話しないかもしれない。電話めんどくさいやん、だって声に発すんのがめんどくさい、その自分の感情を。電話ってめんどくさくないけど、電話めっちゃ苦手かもしれない。寝落ち電話最高。うわ寝落ち電話とか結構しんどいかもしれない。寝る時ぐらい静かにしようよって思うタイプかも。寝落ち電話ってそんなしたい、したいんですか？寝落ち電話かちょっとめんどくさいかもしれない。いやなんか夜に夜にじゃ夜めちゃめちゃその例えば映画とかドラマ見る時間が好きな人からしたらもう寝落ち電話なんてたまったもんじゃないですよね。いやでもなんかいいね、青春ですね寝落ち電話。いや素敵ですね。寝落ち電話などしたことないですよ。いやちょっと私にはない出来事すぎて。
素敵。確かに時間がめっちゃ過ぎてた。終わりますか、そろそろ。ありがとう。また明日会いましょう。おやすみ。ありがとうね。また明日。またね。ありがとう。おやすみなさい。またね。おやすみ。